Thank you.
こでも星が見えるのかな。
まだ疑問があるの？いいよ。あなたには興味があるから、質問に答えてあげる。選択？もっとわかりやすく言って。さあ。全てはあなた次第だよ。人がいない場所に行って、ハッチを開けて飛び出して。
Thank you.
はないけど。この曲をあなたに。私のリズムに乗れ。うちってばなかなかやるじゃん。動かないでね。今祝福してあげるから。Thank you.
盛り上がってるじゃん。うちに出くわすなんてついてないね。ほら、やっ、うち今回は足を引っ張ってないでしょ。私も気をしっかり持たないと。ふっ、ルールは破るためにある。一撃で沈める。礼儀のなってないお客さんね。放つ準備はいい？犯行も陽動も霊落も全部この曲をあなたに。ハイになれ。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。うちがいるんだから負けないよ。やっ、逃がさない。誘った覚えはないけど。星の祝福をあなたに。盛り上がってるじゃん。星々の選択、星の秘密を求める鍵よ。開拓者たちに真なる祝福を。
番だよ。星の祝福をあなたに。ほら。やっ。ルールは破るためにある。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。一人ぼっちはやだよ。ラッキースターは誰かな。あんたの番だよ。ないお客さん。星の祝福をあなたに。
私も気をしっかり持たないと。星の祝福をあなたに。私のリズムに乗れ。うちの出番。うちがいるんだから負けないよ。即戦即決で行こう。あんたの番だよ。逃がさない。誘った覚えはないけど。ラッキースターは誰かな。盛り上がってるじゃん。ハイになれ。いや。全ては星々の選択。星の秘密を求める鍵よ。開拓者たちに真なる祝福を。この曲をあなたに。もっと叫びなさい。うちに出くわすなんてついてないね。己を解き放つ準備はいい。反抗も陽動も霊絡も全部。うちの出番。ほら、たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。ふん。始めようか。あんたの番だよ。こっからが本番だよ。私のリズムに乗れ。うちに出くわすなんてついてないね。即戦即決で行こう。やっ。ルールは破るためにある。準備はいい？反抗も陽動も霊絡も全部。うちに出くわすなんてついてないね。ライブはまだ。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。ぼっちはやだよ。
ないかもしれませんが。盛り上がってるじゃん。私のリズムに乗れ。うちがいるんだから負けないよ。即戦即決で行こう。ないけど。はい。ほら。礼儀のなってないお客さんね。星の祝福をあなたに。もっと叫びなさい。うちの出番。よっ。うち今回は足を引っ張ってないでしょ。あと少し、あと少し。
れどれ、キラキラなものはないかな。腕試しにぴったりじゃん。これ私も気をしっかり持たないと。己を解き放つ準備はいい？反抗も陽動も霊絡も全部。礼儀のなってないお客さんね。ラッキースターは誰かな？全ては星々の選択、星の秘密を求める鍵よ。開拓者たちに真なる祝福を。即戦即決で行こう。ルールは破るためにある。盛り上がってるじゃん。もっと叫びなさい。始めようか。己を解き放つ準備はいい？反抗も陽動も霊絡も全部。知りたかった。この曲をあなたに。ハイになれ。盛り上がってるじゃん。私のリズムに乗れ。即戦即決でいこう。やっルールは破るためにある。ハイになれ。己を解き放つ準備はいい？反抗も陽動も霊絡も全部。
そういうことだったのね。いい感じ。持ってるものばっかり。
ないけど。この機会を逃さないで。痛くも痒くもない。痛くも痒くもない。ラッキースターは誰かな？盛り上がってるじゃん。もっと叫びなさい。うちの出番。ほら。やっ。ああ星の祝福をあなたに。私のリズムに乗れ。うちってばなかなかやるじゃん。己を解き放つ準備はいい？反抗も陽動も霊絡も全部。即戦あんたの番だよ。破るためにある。礼儀の待ってないお客さんね。ラッキースターは誰かな？うちに出くわすなんてついてないね。動かないでね。今祝福してあげるから。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。この機会を逃さないで。やっ。星々が私たちの名を記憶してくれる。あと少し、あと少し、あと少し。誘った覚えはないけど。星の祝福をあなたに。この曲をあなたに。もっと叫びなさい。ほら。星々が私たちの名を記憶してくれる。
ラッキースターは誰かな？盛り上がってるじゃん。私のリズムに乗れ！うちの出番！よし！始めようか。破るためにある。避けてね。うち今回は足を引っ張ってないでしょ。あと少し、あと少し。待ってないお客さんね。全ては星々の選択、星の秘密を求める鍵よ。開拓者たちに真なる祝福を。誘った覚えはないけど。星の祝福をあなたに。己を解き放つ準備はいい？反抗も陽動も霊絡も全部もっと叫びなさい。うちに出くわすなんてついてないね。ほら、即戦即決でいこう。お客さんね。ラッキースターは誰かな？この曲をあなたに。ハイになれ。よし、あんたの番だよ。星々が私たちの名を記憶してくれる。Thank you.
成長したね。お前か。何か話したいことがあるようだな。うちら4人と。じゃあ見においでよ。の待ってるからね。どう？考えは決まったかしら？ええ、何でも言って。今まで通りアキビリの足跡をたどるわ。私たちはこれまで数多くの世界に、広い星の海は私の夢であると同時に、どう？なら私に。出発出発。I'll be waiting。 乗りましょう。 Till we make it。 Take the journey。 そこのぼんやりしてるお前、そう、お前じゃ。お前のことは姫子から聞いておる。いいか新人、大事なことは一度しか言わんぞ。最近お前は特別だといろんなやつから聞くが、ここは請求列車じゃ。この列車の乗客なら誰もが秘密の一つや二つ抱えて乗車したからには、ここのルールに従って。俺はパム、ここの車掌じゃ。列車の中で困ったことが。
ここでも星が見えるのかな？社交辞令というものを知らんようじゃな。それで俺に何の用じゃ。お前、姫子の趣味でな。あれは少し改造なの。ああ、美月ちゃんの部屋なら列車の跳躍に安心しろ。姫子は蓄音機で音楽を聴くのが好きなんじゃ。これなら過去のメロディーを再生できると、そう言っておった。ちなみに要は黒い円盤を収集するのを好んでおる。どれも骨董品らしいが、お前も外で見かけたら持って帰ってくるといい。きっとあいつも喜ぶぞ。
ああ、君か。それは何よりだ。とにかく。そう考えられるのだが、重い話はここまで条約が始まるまで。電子機器の音が聞こえるような。誰だ？何度も突入されているから自然と気配に敏感になったんだ。今さら後悔しても遅い。今さら後悔しても遅い。今だ。逃がさない。いや、争いに意味はない。ルールは破るためにある。楽にしてあげる。ほら、始めようか。やっ